さあタタナムコーナーです。この辺りでリードを広げたミスターベイリーズがリードを広げた。2冠に向けてリードを広げていきます。6馬身7馬身があります。それから近いウィッカーはいっぱいになりました。そしてカーマシーン、ウェイアンカー、カーネルコリンズが上がってくる。キングズシアターが上がってきた。キングズシアター2番手に上がった。それから1番人気のエルハーブはまだ内側だ。4番手に上がってくるところ、先頭はミスターベイリーズ。200残り400を切りました。ミスターベイリーズ先頭。さあ2馬身から1馬身と縮まってくる。キングズシアターとそしてカーネルコリンズが追い上げる。その後ろにエルハーブ、その後ろからエルハーブ、青い勝負服、先頭はキングズシアターだ。キングズシアター先頭、外からカーネルコインズ、そして一番外にエルハーブ。エルハーブが外から来る。エンジンに火がついた。エルハーブだ、エルハーブだ、エルハーブ先頭。エルハーブ1着、エルハーブ勝ちました。2着にキングズシアター、3着カーネルコインズ。勝ったのはエルハーブです。こんにちは、世界の競馬です。今日は1時間半にわたりまして、今年の世界の競馬シーンをたっぷりと見ていただきたいと思います。総集編です。解説は1年間お世話になりました郷田直弘さんです。今日もよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。冒頭にご覧いただいたのは郷田さんが選ばれました今年一番印象に残ったレースということで英国ダービーでした。はい、どこが一番残ってますか？もちろん勝ったエルハーブもさることながら、タッテナムコーナーから仕掛けるという大胆な騎乗ぶりを見せたジェイソン・ウィーバーとミスター・ベイリーズ。ジェイソン・ウィーバーというのは昨年の見習い騎手チャンピオン、そして今年は全体のリーディングの2位なんですね。これからの英国の競馬界を支える人だと思います。2人というかジェイソン・ウィーバーとそしてミスター・ベイリーズがこのレースを演出しましたね。そして主役のエルハーブ、ゴール前の差し足、英国ダービーでゴール前あんな足を使ったダービー馬っていうのはちょっと私記憶にないですね。それぐらい鮮烈なレースでした。本当に最初映ってないんですもんね。青い勝負服って言ったらもう横からバーッと出てきて、そうですね、本当に感動しました。藤井さんのエンジンに火がついた、実況とともにすごく記憶に残ってるレースですね。はい、ご覧の皆様はね、いやこれが一番悔しかったから思い出に残ってるとか、これが一番好きだったとか、いろいろあると思うんですが、今日は3つのカテゴリーに分けて見ていただきたいと思います。メニューこちらです。マイル戦線、アメリカダート戦線、そして2000メートル以上のミドルディスタンス、これはジャパンカップに向けてということでもあります。そうですね、世界の競馬今年は放送回数も増えまして、はい、競馬のローテーションを流れを追ってご覧いただけるようになりましたね。すごくいいことだと思います。一番のマイル戦線は1000ギニー2000ギニーから始まり、最後ブリーダーズカップのマイルまで行きますね。はい、そして2つ目のアメリカクラシック戦線、これはね、アメリカクラシックという言葉は使わないんですが、4歳の三冠プラストラバースステークス、そしてブリーダーズカップのクラシックまで行く、ダートの路線ですね。はい、そして一番最後が英国ダービーから始まり、最後ブリーダーズカップのターフまで行く芝の2000から2400メートルの路線、これをずっとご覧いただきたいと思います。はい、その前にね、今年の世界の競馬、本当に私たちに身近にしてくれたのは日本のスーパージョッキーの武豊さんが参戦したことでしたよ ね。彼がね、ほぼ1年を通して参戦をしてくれたことで、はい、日本の競馬ファンと世界の競馬との距離がぐっと縮まりましたね。そういう意味では彼は本当に功労者だと思います。そうですね、その武さんのハイライトをご覧ください。武豊さんは7月の23日のキングジョージから始まったわけですね。そうですね、これが海外における初めての騎乗、今年の初めての騎乗なんですが、はい、実はね、その前日本でね、4月に KO 杯ってありましたよね。はい、あれでスキーパラダイスに乗って勝ったんですよ。その時の騎乗ぶりがまずね、ヨーロッパの調教師の人たちにすごく認められたんですよね。でこれはね、日本人オーナーの吉田照也さんの所有馬ホワイトマズルで、はい、人気で参戦した春の2400のチャンピオン決定戦ですね。レースそのものについては後ほど、ゆっくり見ていただきたいと思います。ほぼね、最高峰から行きまして直線の勝負にかけたんですが、この先頭のカラウマ、はい、エズード、彼にね、すっかり翻弄されちゃいましたね。いざ追い出しにかかろうと思いましたら、この馬がうちにずっと切れ込んで前が開かなくて、それでもね、2着というのは立派な成績ですね。そうでしたね。これが8月末のアーリントンミリオンです。このアーリントンインターナショナル競馬場というのは、武騎手が毎年ここ数年夏に遠征をしている競馬場ですね。はい、彼にとっては第二の本拠地と言えるんですが、そのアーリントンミリオンというのはアーリントン競馬場の最大のレースなんですね。このミリオンに乗るのは彼、今年が初めてでした。
マスターオブコジーンという前年の覇者で騎乗して、マスターオブコジーンにちょっと昨年ほどの勢いがなくて結果はもう一つだったんですが、彼にとっては一つの子、ボックメイキングがネスでしたね、はい、そしてこちらは9月4日もう初の海外 G1 制覇を果たしましたムーランドロンシャンです、はい、このスキーパラダイスとのコンビで人馬ともに G1 初制覇を果たしましたね、はい、あのスキーパラダイスという馬はこれまで G1 の2着が非常に多い馬で、乗り方がすごく難しいと言われていた馬でした。そしてここはね、ほぼ最高峰からゴール直前の瞬発力を生かしたこの騎乗ぶり、全世界の競馬さん関係者から絶賛をされましたね。嬉しかったですね。本当に嬉しかったです。こちら9月24日のエリザベス2世ステークスです。これはね、あのヨーロッパの秋のマイルチャンピオン決定戦、同じスキーパラダイスとのコンビで臨んだんですが、これはねレースそのものが非常にあの大どんでん返し、マルーフというね単勝67倍、非常に大穴が開きました。残念ながらスキーパラダイスは4着でした。本当にホワイトマジで2番人気という馬に乗ってね、この後ね、これができるっていうことはすごいことですね。凱旋門です。そうですね、2日です。これが2番人気だったんですね、はい、とにかくこの前に武豊がこのレースに乗るということが、ヨーロッパそれからアメリカのマスコミでも非常に大きく取り上げられました。あのホワイトマズがこのレースの前年の2着馬でしたからね、結果は残念ながらこれ6着だったんですよ。しかもね、かなり後ろから行って大外を追い込んで6着、この騎乗ぶりをね、かなり、まあ、いろんなマスコミが論争の的にしたんです、はい、少し後ろから行き過ぎたんじゃないかということでね、あの日本人ジョッキーの騎乗ぶりがね、本当に向こうのマスコミの論争の的になるなんて10年前だったら考えられなかったですね。ガトリマーのように話題になってます。そうですね、これが11月5日リーダースカップ、こちらマイルズ、はい、これもまあスキーパラダイスのコンビだったんですが、はい、これはねこの番組現地から中継をしましたんですが、はい、現地に行ったスタッフもね、あの竹木氏のことを本当にたくさん聞かれました。あのご覧のフランキー・デ・トーリだとかパッド・エディだとか同じ扱いですなんですよね、はい、竹豊という名前が、こちらディフタ、ディスタフです、はい、これはねエリンバードという馬に騎乗して結果的に4着でした、あのブリーダーズカップ4着入着を果たしたわけですがね、その入着を果たしたということ以上にこのレースは竹木氏にとって非常に、ね、重要なレースだったんです、というのは、ね、このエリンバード、この前のレースのオペラ賞1着入選膠着、それから先ほどの凱旋門賞も、まあ、乗り方が少しというような論争がありました、はい、あのチャップルハイアム厩舎の所属馬なんですよ、このエリンバードも、それから先ほどのホワイトマズルも、はい、4着に入って引き上げてきたときに竹騎手とチャップルハイアム厩舎、調教師がですね権利室のところでがっちり握手を交わしたんですね。これが、ね、あの向こうの新聞にも大きく取り上げていました。そんなことがあったんですね、はい、でもあの掲示板に4着の子を乗って本当に身近になったし、日本人が本当に勝てるんじゃないかなっていう感じをさせてくれましたよね。そうですね、でね、あのブリーダーズカップに行きましたときに盛んに向こうの人に言われたのは、ジョッキーの次に馬は来るのはいつだという話を盛んに聞かれましたね、どうなんでしょう。そうですね、あのゲストの吉田照也さんもおっしゃってましたが、次はぜひ日本の馬を連れて行きたいとおっしゃってました、具体的に言いますとね、あのスキーパラダイスの弟のスキーキャプテン三歳馬、あるいは同じ世代のヤマニンパラダイス、こういった馬にひょっとすると来年アメリカ遠征あるいはヨーロッパ遠征という計画もあるやに聞いています。ああそうです、実現すると非常に楽しみですね。そうですね、武さんね、負けた後は必ずこんな大きなレースなんだからいつも勝てるわけじゃないですっておっしゃってましたけれども、はい、本当に早いうちにね、はい、あの日本の馬で武さんで勝つところを見せてもらいたいと思います。そうですね、はい、それではカテゴリー1マイル戦線をお送りしたいと思います。今年は本当にもずっと強豪ぞろい強豪ぞろいと言っていたんですよね。特にねヨーロッパは前の年からマイル陣の層が厚かったです、はい、それに加えて4歳勢も加わりましたからね、充実したマイル戦線でしたね、はい、ではマイル戦線ご覧ください。まずご覧いただきますのが牝馬のクラシック第1弾センギニーですね。この路線はね前の年の三歳チャンピオンレモンスフレという馬が、あの三歳児最後のレースで怪我をしてしまいまして、結局仕上がりが遅れちゃってここに名前がないんです。でね、そのチーバリパークステークスでレモンスフレを破って勝ったプロフェシー、この馬もね今季初戦のネルグウィンステークスを負けてしまいまして、結局このセンギニーは
その前哨戦のネルグインステークス4馬身差で圧勝したメサーフという馬、はい、この馬が一番人気になっていました、はい、それからフランスから遠征してきましたクードジェニー、それからね今年はヨーロッパ3月4月がちょっと天候が悪くて各馬の仕上がりが遅れたんですよ。ということでここもね実はここが初出走という馬が多かったんです、うん、中でね3歳児フェニックステークスでタートルアイランドの2着と検討したラスメニアス、あるいはねシェイクムハメド殿下に購入されて冬をドバイで過ごしてここが初出走のバランチーム、はい、こんなところがね有力どころと目されていました。はい、依然としてダンスダートップ先頭、1番人気のメサーフ2番手、人気の1頭クードジェニーは最後方、その前のピンクの帽子のプロフェシーも人気の馬、先頭はダンスダートップ、2番手にはメサーフ、3番手バランチーン、さあ横に広がってきました、黄色の勝負服、真ん中はフェアリーハイツ、この辺りが固まっています。先頭にはダンスダートップ、向こう側からメサーフが先頭に並びかけてきた、そして黒い勝負服レラアクティビティスペシャルも前に上がってきた、3頭が並んできた。ここで先頭に立ったのは早くも人気のメサーフ先頭です。メサーフ先頭、メサーフが早くも先頭に立った、向こう側からバランチーンも上がってくる、メサーフが先頭です。メサーフ先頭、真ん中の水色の帽子バランチンもいい足で上がってくる、バランチンも先頭に並んできた、メサーフ先頭です。メサーフ先頭、横に広がった、さあペースが上がってきた、クードジェニーが一番向こうからようやく前に持ち出した、先頭はここで変わってバランチン、バランチン先頭です。バランチンが先頭、バランチン先頭、メサーフがちょっと苦しくなった、真ん中からいい足でラスメイナス上がってくる、ラスメイナスが上がってくる、3頭が抜け出した、ラスメイナス先頭です。ラスメイナス先頭、バランチンも差し返す、そして向こう側はクードジェニー、真ん中のラスメイナス先頭、ラスメイナス先頭、バランチーンが差し返してきた、バランチーン並んできた、バランチーン並んできた、2頭並んでゴールイン、真ん中にラスメイナス、そしてこちら側バランチーン、2頭ほとんど並んでいます。人気のクードジェニーは3着までか。調教師のトミースタックさん、クラシック初制覇でね終わった後涙流してたのが印象的でしたね。そうでしたね。こちらはその2日後4月30日に行われました2000ギニーです。この路線はね、この路線の三歳チャンピオンのグランドロッジ、順調にここへそも駒を進めてきました。ただね、今季初戦のクレイブンステークスが6着と負けてしまいましてね、ここは少し人気を落としました。でここ一番人気になっていましたのはそのクレイブンステークス、勝ちましたキングズシアター、はい、この馬はね三歳児レーシングポストトロフィーを勝って、本当はダービーの本命じゃないかって言われてたんですが、まあ、クレイブンを勝ったことでここキングズシアターが一番人気で臨んでいます。そしてねここもね、やっぱりここが今季初出走っていう組が何頭かいるんですよ。その中の1頭注目が3歳児ヴィンテージステークスを勝っていたミスターデイリーズという馬なんですね。そしてねこのレース、ご覧のように二手に大きく馬群が分かれましたね。実はねこれが一つ勝負の名腕を分けました。先頭にはキングシアター、ご覧のように左右にかなり離れて2つのグループで進んでいきます。一番人気のキングシアター先頭、そして向こう側のグループはスターセレクションです。キングシアターが先頭です。2番手にはリーバーディープがつきました。こちら側のグループには人気のアンブレスト、コロネルコリンズもいます。向こう側のグループの先頭にはスターセレクションが立っています。向こう側のグループ先頭スターセレクション、2番手にはミスターベイリーズが奥の馬、そして人気の1頭ゴールデンナッシュワンは向こう側の赤い帽子、手前のグループの先頭は1番人気のキングズシアターです。2番手にはリバーディープ、濃い緑の勝負服、その後ろにはピンクの帽子カナスカダンサーも上がってきました。3番手、さあ先頭は依然としてキングズシアターです。キングズシアター先頭です。2番手にはリバーディープがついています。向こう側からはスターセレクションも前に上がってきています。さあ徐々にペースが上がってきて後続も差を詰めてきました。横に広がってきました。キングズシアター先頭です。キングズシアター先頭、キングズシアター先頭、向こう側からミスターベイリーズが先頭に立ちました。ミスターベイリーズが先頭に立った画面の左端、さらにその向こうにグランドロッチも並んでくる。先頭はミスターベイリーズ、ミスターベイリーズ先頭です。ミスターベイリーズ先頭、グランドロッチが並んできた、グランドロッチ並んできた、ミスターベイリーズ先頭、向こう側にグランドロッチ並んできた、ミスターベイリーズ先頭、ミスターベイリーズ先頭、グランドロッチも並んでくる、グランドロッチ並んでくる、ミスターベイリーズ先頭、ミスターベイリーズが勝ちました。2番手にはグランドロッチ、1番人気キングズシアター、最後直線伸びませんでした。はい、若手騎手のジェイソン・ウィーバー、これがクラシック初制覇ということですね。本当にこれからが楽しみなジョッキーです。今隣の、ね、フランキー・デトーリから祝福されてましたよね。続いて6月の半ばに行われましたね、セントジェームスパレスステークスです。このレースはね、毎年ヨーロッパ各国の2000ギニー馬が一堂に会するということで、春の4歳のマイルチャンピオンを決めるレースですね。ただ今年はね、今ご覧いただいた2000ギニーの勝ち馬ミスターベイリーズがダービーに回ってしまいまして、2000ギニーの勝ち馬はいません。ただ2000ギニー2着のグランドロッジがここへ駒を進めてきました。ただその他アイルランドの2000ギニーの勝ち馬タートルアイランド、
それからフランスの2000ギニアの勝ち馬グリーンチューン、さらに今年はねドイツの2000ギニアの勝ち馬ロイヤルアブジャーも参戦してましたね。非常にレベルの高い楽しみなセントジェームスパルスステークスでした。スタートしました。外側の1番人気タートルアイランドコーススタート、グリーンチューンロイヤルアブジャーもいいダッシュを見せました。白い帽子青い勝負服ロイヤルアブジャーがまず先頭に立ちました。その内側から赤い勝負服がスーッと上がっていきます。ダーネイです。ダーネイがロイヤルアブジャーに代わってここで先頭に立ちます。ニューマーケットのメイドンでデビュー勝ち、4戦1勝すべて3着以内のダーネイが先頭に立ちました。赤い勝負服です。その外側に2番手ロイヤルアブジャー、そして内3番手クザーナ、その後ろに1番人気タートルアイランド、そしてディスタンティビューがピンクの帽子外側に続きます。グリーンチューンが集団の真ん中あたり、グランドロッチ、ファーストトランプ、そして最後方からサイコバブルが行きます。先頭はダーネイです。赤い勝負服ダーネイが先頭、その画面の右側白い帽子が3戦3勝ロイヤルアブジャーです。ドイツ2000ギニーを6馬身差の圧勝しましたロイヤルアブジャーが2番手、その外側画面の一番右白い帽子がタートルアイランド1番人気、10戦して6勝です。前走のアイルランド2000ギニーで15馬身差という圧倒的な強さを見せましたタートルアイランド、外外を回っていきます。外の3番手からスーッと上がろうという体勢です。さあ右にカーブを取りました。まもなくコーナーの出口へと向かっていきます。さあ正面の直線に向きました。ダーネイが逃げていきます。内赤い勝負服、そして並びかけてきたのがロイヤルアブジャーです。白い帽子青の島勝負服、さあ残り2ハロン400メートルを切りました。ロイヤルアブジャーが先頭、ロイヤルアブジャーが先頭です。そしてその外側から青と緑の勝負服、1番人気のタートルアイランドが追い込んでくる。さらに外からピンクの帽子ディスタントビュー、ディスタントビューがタートルアイランド、2頭が並んでいる。ピンクの帽子ディスタントビューがここで先頭に立った。さらに外からグランドロッチ追い込んでくる。ディスタントビューかグランドロッチか、グランドロッチかわした、グランドロッチ差し切りました。最後見事な伸びを見せましたグランドロッチ、セントジェームスパルスステークスを制しました。このねグランドロッチの手綱を握っているのがマイケル記念、はい、この辺からもうなんかマイケル記念手がつけられないなっていう感じが してましたよね。してましたね。特にこのロイヤルアスコットの間も大主役でしたね。そうですね。そして、もう一つクイーンステークスですね。これはコバのマイラーたちの戦いですね。そうですね。ヨーロッパの場合コバが走れるマイルの G1 っていうのが7月下旬グロリアスグッドウッドのサセックスまでないんですよ、はい、ですからねコバの一流どころがそろそろこの辺から始動しようかなっていうのがこのクイーンアンなんですね、はい、でそのね代表格の1頭が今一番手前に映っていましたバラシア、はい、昨年のアイルランドの2000ギニの勝ち馬、これがねここ今季初出走で、まあ、ここをステップにこれからの G1 戦線狙おうかと言って出てきました。ただここのバラシアは2番人気だったんですよ、うん、ここ1番人気だったのはこの前のレースロッキンディステークスというグループ2のマイル戦を勝ち上がってきたエンペラージョーンズがここは1番人気になっていました。2頭が並んで2番手好位置をキープしていきます。その2頭の間にはミストフライトが4番手につけていきます。その後ろ手前6番手には黒い帽子ガーデンオブヘブン、そして向こう側ガバーソビエトラインと集団の中央を形成していきます。そしてマスヤベンティクワトロフグリスイングローが最後方からいきます。10頭がほとんど一塊になりまして緩やかな坂を上がっていきます。フィッツカラルドが今日も逃げていきます。フィッツカラルドが逃げて、そして向こう側エンペラージョーンズがじりじりとその差を詰めてきました。1番人気のエンペラージョーンズ白い帽子向こう側2番手です。フィッツカラルドに早くも並びかけようという体勢です。1番人気のエンペラージョーンズ、エンペラージョーンズがじりじりと上がってきます。そしてその内側から画面の右から2番手赤い帽子白い星がついている帽子をかぶっていますバラシアもじりじりと上がってきました。さあ画面の左から2番手2番目エンペラージョーンズ1番人気ここで先頭に立ちました。そして画面の一番左側青い勝負服シャドーロールをつけましたガバーも上がってきました。さあガバーも並びかけようという体勢だ。エンペラージョーンズそしてガバーが並びかけようという体勢、そして画面の一番右バラシアもそれに並びかけてきました。さらに向こう側持ち出したのはベンティクワトロフグリ、この4頭の争いになるか。青い勝負服ガバーも無地が入りました。ガバー先頭エンペラージョーンズがちょっと苦しいか。内からバラシア伸びてきた。バラシア先頭バラシア勝ちました。バラシア競り勝ちました。接戦を制したのはバラシアです。ここもねまたまたマイケル記念騎乗のバラシアが勝って、はい、この馬なんかがそのコバの中心勢力としてこれからの G1 戦線マイル G1 戦線を戦っていくということになるわけですよね、はい、実際そのようになりましたね。そしてね次にご覧いただきますグロリアスグッドウッドのサセックスステークス、はい、このレースが4歳とコバのトップマイラーが激突する初めての競馬なんです、はい、7月下旬でした、はい、ここはねまず4歳勢でいきますと先ほどご覧いただきましたセントジェームスパレステークスを勝ったこの馬グランドロッジ、この馬が4歳勢の代表の1頭ですね。
ここはね、あ、ごめんなさい、そしてこの5番がね、今ご覧いただきましたセントジェームスパレスがグランドロッジの2着になったディスタントビューです。キャリアが大変短いんですが非常に素質がある4歳馬として、実はコサセックスはディスタントビューが一番人気でした。そしてコバ代表のこれがバラシアですね。このほかコバではね、前の年のこのサセックスステークスを勝ったビッグストーンですとか、前の年の英国の千ギニーを勝ってこの春日本に来てサイエダティ、日本に来たサイエダティですとか、はい、それからごめんなさい、もう一頭大事な4歳馬を忘れていました、ミスターベイリーズ、はい、ミスターベイリーズ2000ギニーを勝った後英国ダービーに行って、そしてこのレースから再びマイリ戦線に帰ってきたんですね、はい、4歳と小馬の初めての激突です。ご覧ください。ミスターベイリーズ好スタートです。サイエダティも好スタートを切りました。バラシアが赤の勝負服真ん中です。そして人気のディスタントビューは一番内側ピンクの帽子控えていきます。ちょうど中段です。先行争いはミスターベイリーズ、イギリス2000ギニーの勝ち馬ミスターベイリーズが引っ張ります。2番手にイギリス2000ギニー2着のグランドロッジです。前走は G1 同じ1マイルセントジェームスパレスステークスに優勝しています。そして3番手にサイエダティ唯一の牝馬5歳です。この3頭から外側の方にファーストトランプ茶色と黄色です。3歳児大活躍しました。そして5歳バラシアはマイル得意ちょうど中段赤の勝負服ペースが少し上がって右にカーブを取って残りは 1000m。 先頭は1番人気のミスターベイリーズ、ミスターベイリーズが先頭です。1馬身のリード、外の方からグランドロッジがオレンジ上がってくる、内の方で青と赤のサイエダティ、サイエダティ3番手、4番手にファーストトランプ、そして中段にバラシア、ちょうど真ん中包まれた感じで赤の勝負服バラシアは真ん中、先頭ミスターベイリーズ、グランドロッジが外から上がってファーストトランプ1番外、さあこの3頭か、内の方でサイエダティ控えている、先頭はミスターベイリーズ、ミスターベイリーズ先頭に立った、そして外の方からグランドロッジが上がってくる、グランドロッジの外にもう1頭バラシア、バラシアが上がってさあグランドロッジちょっと苦しくなった、バラシアここで先頭か、内の方でミスターベイリーズ粘った、バラシア先頭に立った、一番外からディスタントビュー、外からディスタントビューがやってくる、先頭はバラシア、バラシア先頭、外からディスタントビュー、ディスタントビューが襲いかかる、バラシア先頭だ、グランドロッジも苦しい、先頭はバラシア、バラシア先頭、外からディスタントビュー、ディスタントビュー外から襲いかかった、変わった変わったディスタントビュー、1着2着にバラシア、3着グランドロッジ、勝ったのはディスタントビューです。はい、ここはね4歳代表、4歳勢がコバ勢を完封したっていうか4歳勢がコバを破りましたね、はい、そしてね鞍上のパッドエデリーがバラシア鞍上のマイケル記念の勢いを止めたというサセックスステークスでしたね、うん、そしてムーランドロンシャンです。9月4日に行われました。はい、実はねあのマイル G1 戦線先ほどご覧いただいたサセックスの後8月中旬にドービルでジャックルマルワ賞というやはり4歳クマ混合の G1 がありまして、はい、そこをねイーストオブザムーンというフランスの4歳牝馬が勝ってるんです。で4歳勢が2連勝でここへ臨んで来ているわけですね、はい、でここのコバ勢の代表が、サイエダティ、それから忘れてはならないのが武豊騎乗のスキーパラダイスなんです。スキーパラダイスはね春日本に遠征してまして、日本から帰った後アスタルテ賞がハトゥーフの2着、その後今ちょっとお話をしましたイーストオブザムーンが勝ったジャックルマラー賞に出てそこが5着、そしてこのムーラン賞に臨んでいました。というわけで、ね、このムーラン賞一番人気は、そのイーストオブザムーン、フランスの4歳牝馬の2冠馬、フランスのセンギニとフランスのオークスと、それからジャックルマラー賞を勝ってここへ臨んできたイーストオブザムーンが1番人気で、それに続いていたのがそのジャックルマラー賞でイーストオブザムーンの2着だったサイエダティが2番人気だったんですね。そしてねこのレースはご覧のように武豊騎乗のスキーパラダイスは最後方から、そうなんですよね、ちょっと先ほどもお話ししましたが、スキーパラダイスというのはこれまで G1 の2着がものすごく多かったんですよ、うん、ちょっと、ね、早めに抜け出すと空を使っちゃって刺されちゃう、うん、後から追い込むと届かないという競馬を続けていたんですが、ここでね武豊騎手は思い切って後方に控える競馬をしました。そしてねギリギリまで追い出しを我慢してるんですよ。まだまだ後ろの真ん中ですね、こっからすごい追い出しですよね、出てきます。この先頭に立っているのはグリーンチューン、その外がイーストオブザムーン、その外を追い込んでくるのがスキーパラダイス、はい、これでジンバとも G1 初制覇ということですね。嬉しかったですね。武騎手本人もね今年一番嬉しかったのはこの瞬間だ、この瞬間これですよ。でもさすが武さんっていう感じがこの時しましたね。そうですね、はい、これはあの競馬に限らず戦後の日本のスポーツ史に残る光景ですし偉業だと思いますね。
そしてクイーンエリザベス2世ステークスです。9月24日に今年のチャンピオンマイラーを決めるということで行われたんですね。そうですね、ご覧のように出走9頭中なんと8頭が G1 ウィナーという、はい、大変豪華な顔合わせになりまして、これはもうあの現地イギリスでもですね、アスコットのマイル戦でこれだけのメンバーが集まったのは初めてじゃないかというぐらい豪華なメンバーが集まりました。あの今名前をねずらっとご覧いただいただけで、この番組のご覧の皆様でもみんな馴染みのある馬ばかりですよね、でところがね、その中でただ1頭だけ G1 勝ちの実績がなかったのが9番のメサーフ、あごめんなさい、マルーフ、3番のマルーフという馬だったですね。はい、じゃあレースご覧いただきたいと思います。今日も一番後ろからです。キティパラダイス一番後ろから行きます。先行争いです。コースタートを切ったマルーフが行きます。黒い帽子、マルーフ先頭に立ちました。一番人気のディスタントビューもコースタートでピンクの帽子2番手です。内の方にサイエダティ、それから外の方からメサフが上がっていきます。4番手です。それからビッグストーン、去年のこのレースの優勝馬、白い帽子真ん中に包まれて5番手です。一番内側に2番人気のイーストオブザムーンが現在6番手。武豊のスキーパラダイスは最高峰、あの G1 初制覇のムーラン賞と同じように今日もしんがりから行きます。先頭は一番人気のないマルーフ、最低人気のマルーフが引っ張ります。2番手にディスタントビューピンクの帽子、内にサイエダティ、外の方青と白の帽子がメサフ、ビッグストーンが真ん中、一番内側にイーストオブザムーンは2番人気、タートルアイランド、バラシアと続いてスキーパラダイス、武豊は最高峰、黄色と黒です。スキーパラダイス一番後ろから行って、さあどこで仕掛けていくのか。最終コーナーに向かう9頭です。マルーフ先頭で2馬身のリード、内の方でディスタントビュー2番手、3番手にメサフが上がってきています。さあ最終コーナーを回って残りは 500m です。マルーフが先頭、さあスピードが上がった。1番人気のディスタントビュー2番手、さあ武豊がスキーパラダイスまだ一番後ろ、どこに持ち出すのか。 400m を切りました。先頭はマルーフ、マルーフ先頭だ。2番手にディスタントビュー、ディスタントビューピンクの帽子2番手、内の方から1頭ビッグストーンが上がってきた。さあ武豊が前が少し開いたぞ、上がってきたぞ、上がってきた、上がってきたぞ、スキーパラダイスが上がってきた。しかし先頭はマルーフだ。抜け出した、このまま逃げ切るのか。外の方からバラシア上がった、バラシア2番手に上がった。スキーパラダイス現在4番手、先頭はマルーフ、マルーフ先頭だ。2番手にバラシア、勝ったのはマルーフ。これは驚きました。最低人気マルーフ1着、2着にバラシア、ビッグストーン3着、武豊スキーパラダイスは4着。これはね、今年のヨーロッパでも最大のショックと今でも言われている結果ですね。さあそして11月5日に行われましたブリーダーズカップマイルです。はい、ここはね、このレース3連覇を目指すアメリカのルアー11番ですね、はい、これに対してヨーロッパからバラシアですとか、それからイーストオブザムーン、スキーパラダイスが遠征して挑んだという競馬でしたね。これがねスキーパラダイスです。今ご覧いただきましたクイーンエリザベス2世、4着の後ロンシャンのフォレショーを出て、これがビッグストーンの5着でした。ただスキーパラダイス、前の年のブリーダーズカップマイルの2着馬です。そしてこのご覧の6番がイーストオブザムーンですね。イーストオブザムーンも今ご覧いただきましたクイーンエリザベスでちょっと不可解な負け方をしてしまいましたが、この馬お母さんのミエスクがこのブリーダーズカップマイルを2連覇している馬なんですね。ということでアメリカでもねなかなか人気の高い馬ですね。そしてこれからゲート入りだと思いますが、この11番が注目のルアーです。昨年一昨年とこのブリーダーズカップマイル2連覇を達成してましてね、あのブリーダーズカップ7つのカテゴリーがありますが、これまでどのカテゴリーでも3連覇っていうのを達成したことがないんですよ。どのままいないんです。このルアーが今年このマイルで3連覇を達成すれば史上初の快挙ということで、ただねルアーというのは逃げ馬なんですよ。で今大外枠からスタートしたのがルアーです。ご覧のようにね先手が取れないんですよ。これがね自分の競馬ができないというのがこの後どう響くか。それではレースの模様ご覧いただきたいと思います。先頭はアンフィニッシュシンプ、アンフィニッシュシンプが先頭です。アンフィニッシュシンプが先頭です。キーパラダイスは集団の真ん中あたりでしょうか。集団の真ん中あたりにつけています、集団のちょうど真ん中です。真ん中あたりを行きます。アンフィニッシュシンプが先頭で行きます。そしてミストフライトがその横に並びかけるようにして、2頭がちょっとこの2頭が集団を引っ張るような形になっています。向こう上面の中間点を過ぎていきました。さあスキーパラダイスはちょうど中間の真ん中あたりを行きます。その向こう側にルアーがいます。その向こう側にルアーがいる。先行争いはアンフィニッシュシンプ、そしてミストフライトが外の方からグーッときます。そして内の方に1のバラシア、1番のバラシアが行きます。
さあスキーパラダイスはどうでしょうか。スキーパラダイスはそろそろ持ち出そうというところか。スキーパラダイスはどうでしょうか。ショーの集団の真ん中包まれるような形になっています。先行はアンフィニッシュドシンフが先行。集団の真ん中から白い馬体のスキーパラダイスはちょっと伸びてこないか。先行はバラシアに変わりました。アンフィニッシュドシンフはちょっと疲れました。ルアーは来ない。バラシアが先頭。ヨハン・ガッツが追い込んでくるか。バラシア1着で勝ちました。右手でガッツポーズ。スキーパラダイスは最後伸びません。勝ったのはバラシア。フランキーでトーリーが手綱を取ったバラシア、鮮やかなレースぶりでしたね。バラシア勝ちました。この、はい、この馬はね、こういったチャーチルダウンズのような芝の毛足の深いコースは大変得意ですね。もうこうやって見てくると本当にバラシア主役だったなという感じがしますけれども、はい、あのクイーンエリザベス2世ステークスね、今年のチャンピオンマイラーを決めるということで、はい、激突したわけですよね。そうですね。トガジンは、はい、でもマルーンが勝ってしまって一体今年のチャンピオンは誰だったんでしょうか。チャンピオンマイラー、これはね、何になるかっていうのはヨーロッパでも今非常に議論の的になってましてね、はい、あの向こうの年度代表馬なんかを決めるカルチエ賞という表彰制度があるんですが、ポイントシステム、重賞の連戦線のポイントシステムではイースト・オブ・ザ・ムーンが一応ポイントはトップに立ってます。ご覧のこの馬ですね、はい、ただね、あのカルチエ賞っていうのはポイントシステムだけではなくて、記者による投票、うん、それからね、競馬雑誌の読者による投票、この3つによって決まるんですよ、行方は本当にわからないと思いますもうこうなってくると思うので、自分の好きな馬がなってもらいたいなと思う人も、ね、多いでしょうね、はい、さあそして、この今年を引っ張ってきましたバラシアは、あのね、このバラシアは残念ながらこれで引退です、はい、この後ね、アイルランドのラスバリースタッドというところで種牡馬になることが決まっています、はい、その他ね、ブリーダーズカップのマイル、残念ながら3連覇ならなかったルアー、うん、ルアーもこれで引退です。あのお父さんのダンジグもいるアメリカケンタッキーのクレイボンファームで来年春から種馬になることが決まっています。それからもう一頭、今年の英国の2000ギニー馬ミスターベイリーズ、この馬もね、4歳1歳で引退ということが決まりました。もう引退したんですか。この馬はね、ニューマーケットのナショナルスタッドで種牡馬となります。ナショナルスタッドに英国のクラシックウィナーが来るっていうのは、あの1970年代のグランディ以来のことなんですよ。久しぶりのことなんで、ニューマーケットの生産者、このミスターベイリーズ、種牡馬として非常に高く評価してますね。スキーパラダイスはどうなってきますか。あのね、スキーパラダイス実はね、あのブリーダーズカップマイルの後、日本で行われますスプリンターズステークス参戦という計画も一時あったようなんですが、はい、結局このまま引退だそうです。日本で繁殖牝馬になって、初年度はサンデーサイレンスを配合するという計画のようですね。日本でお父さんになりますか。はい、お母さんですね。お母さんになりますね。で、ですね、はい、このスプリンターズステークスなんですが、今年から外国馬に開放されたんですね。そうですね、今年から初めて外国調教馬に開放されたスプリンターズステークス、あのスプリント、ブリーダーズカップのマイルからは馬は来ませんが、同じに行われましたブリーダーズカップのスプリントから、はい、このスプリンターズステークスで参戦する馬がいそうなんですね、これは非常に楽しみです。そうですね、はい、ソビエトプロブレムという、ね、そうですね、馬なんですが、それではブリーダーズカップのスプリントを見ていただきたいと思います、はい。はい、あのご覧の3番のソビエトプロブレムというのがね、はい、このブリーダーズカップスプリントからスプリンターズステークスという路線を描いている馬なんですね。とにかくね、アメリカの短距離馬スプリンターは点が速いんですよ。ですからね、この本当にこうダッシュ力、スプリント能力を日本の毛足の短い、本当に時計の出る競馬場でどういうレースぶりを見せてくれるかっていうのは今から大変楽しみですね。そうですね、じゃあまずはね、ブリーダーズカップスプリントの出走馬、これから何頭か出てくると思いますが、この4番のロックソング、これはね、ヨーロッパの今年の、そして昨年の2年連続のスプリントチャンピオンです。前走ロンシャンの阿部優勝、1000メートルの G1 戦、昨年に続く2連覇を達成したヨーロッパのスプリントチャンピオンですね。そしてご覧の3番がソビエトプログラムです。このレースを迎えるまでスプリント戦7連勝中、そして全体の成績17戦14勝、大変強いスプリンターです。そうですね。ただこの日一番人気はね、ご覧の9番のチェロキーランという馬でした。今年ローレルのフランク・フランシス・メモリアル・ステークスというダート1200メートルの G2 を勝った馬ですね。昨年のね、プリークネスの2着馬なんですよ。ただ今年になってこの路線に転向して大成功をした馬ですね。
あのね、アメリカの特に距離の短いところを使われている馬っていうのはゲートが開いたら即全力疾走に移ると、そういう訓練をされてるんです。あのむしろヨーロッパの馬がですね、ゲートが開くとまず抑えて、そして直線までいかに力をため込むかという競馬をするのに対して、アメリカの馬はね、本当にゲートが開くとすぐ1カンポ目2カンポ目で全力疾走に移れるように調教されているんですね。だからね、アメリカのスプリント戦っていうのは点のスピードがものすごく速いんです。実際ね、このご覧いただいてますブリーダーズカップのスプリントもご覧ください。最初の 400m の通過が21秒2、このあとね 800m の通過が44秒6、ダート戦ですよ。そうですよね、ものすごいスピードでしょ、ダートなんですよ、そしてね、この速い速いペース2番手で行って、今先頭に立ったのがそのソビエトプロブレムなんですよ。そしてそこから追い込んできた9番が1番人気のチェロキーラン、残念ながらヨーロッパから遠征してきたヨーロッパのスプリントチャンピオンロックソングは馬群に沈んでしまいましたね。結局ね、このレースこのまま追い込んできたチェロキーラン、一番人気のチェロキーランが1着、そしてあの速いハイペースを2番手、それから早めに先頭に立ったソビエトプロブレムは2着に粘ったんですよ。で、この2着のソビエトプロブレムが12月17日に中山競馬場で行われますスプリンターズステークスに登録があるんですね。ものすごい楽しみです。そうですね、はい、中山の 1200m にはこのソビエトプロブレムどうでしょう、はい、あのね、何が楽しみかっていうと、うん、あの中山の競馬、東京っていうか日本の競馬場は芝の毛足が大変短いですね、はい、中山競馬場ももちろんそうです、ということはダートのあのチャーチルダウンズで、例えば天の400を21秒台でいったこのソビエトプロブレムが中山で一体どれだけのペースでいくか、今から大変楽しみですね。結果云々はもちろん楽しみなんですが、道中のラップが楽しみですね。おそらく大変な記録でいくんじゃないでしょうか。そしてね、この路線日本にも例えば桜爆心王のように大変ダッシュ力の鋭いスプリンターがいます。こういった馬との対決が非常に楽しみですね。でね、スプリンターズステークスには実はヨーロッパからあの今年の春日本に来日しましたザイーテンという馬、これがね再来日を予定していると聞きました、あの10月13日ニューマーケットでチャレンジステークスという専用のグループ2を勝ちまして絶好調なんですよ、ですから欧州対日本対アメリカ、スプリンターズステークスは本当に楽しみですね。そうですね、本当に今年から解放されてその1年目でこんなビッグスターがやってくるわけですからね、どんな走りが見られるかね、はい、注目しないといけませんね。そうですね、はい、ソビエトプロブレムでした。で、このスプリントもそうなんですけれども、アメリカの競馬というのは、はい、ダートが主流ですよね。そうですね、これはどうしてなんでしょう、どうしてなんでしょうというかですね、アメリカの場合は4歳のクラシック戦線を含めて全てダートで行われます。アメリカの競馬はもともとがダートが主流なんですね、ですから例えばね、今競馬をご覧いただいたチャーチルダウンズ競馬場なんていうのは、実は1988年まで芝コースがなかったくらいなんですよ。でブリーダーズカップを開催したいがためにわざわざ芝コースを作った、そういうぐらいなんですね。ですからね、あのアメリカの競馬場っていうのはほとんどが外回りのメイントラックがダート、そして芝がある競馬場も芝が内側なんですね、もう当たり前のことなんですね。そうですね、であの力のある競馬っていうのがね、たまらなく見応えがあるんですけれども、はい、次のカテゴリーはこのダートを見ていただこうと思います、まずね、最初ご覧いただきますのがね、アメリカの4歳のクラシック戦線をご覧いただくんですよね、アメリカのね、4歳のクラシック戦線っていうのはヨーロッパの4歳のクラシック戦線が春から秋にかけて戦うのに変わって、アメリカはね、春に三冠が全部やっちゃうんですよね。5週間で三冠を戦うという、はい、これからご覧いただくコーナーではね、その4歳の三冠プラス真夏のダービーと言われてますトラバースステークス、そして最後頂点であるブリーダーズカップのクラシックまでご覧いただきたいと思います、はい、まずご覧いただきますのはね、5月の第1土曜日に毎年行われますケンタッキーダービーですね、はい、距離は2000メートルでした。はい、この路線、三歳チャンピオンのデヒアという馬が実は2月に骨折をしてしまいましてね、ご覧いただいているメンバーにデヒアの名前がありません、ということで中止になるのが昨年ブリーダーズカップのジュビナイルを勝ったブロッコ、今年もねフロリダダービーを勝って健在です。そのブロッコと
もう一頭、実はね、このご覧のホーリーブーという馬、このケンタッキーダービーを迎えた時点で8戦7勝、その7勝すべてが逃げ切り、この直前もね、フロリダダービーブルーグラスステークスと2連勝逃げ馬なんですよ。この馬が1番人気でブロックは2番人気でした。ただね、今年のケンタッキーダービー本当の主役は馬場だったんです、ご覧のようにね、ところどころ水が浮いていますよね。スロッピーという馬場コンディションなんです。これはね、48年ぶりっていう大変悪い馬場コンディションなんですよ。ものすごい跳ねが上がってましたよね。そうですね。でこのね、重馬場をどう各馬がこなすか、初体験のこういったあのドロンコ馬場を各馬がどうこなすかっていうのが実はね、最後の明暗を分けたんです。それではレースの模様をご覧いただきましょう。赤い帽子のユディシーズ先頭、外に並んでゴーフォージン、ここで変わって先頭に立ちました。第一コーナーを左に大きくカーブを切っていきます。先頭にはゴーフォージン、2番手には赤い帽子イズシーズ、人気のホーリーブルは5番手を進んでいます。そしてもう1頭の人気馬ブロックはまだ後方から3頭目、まもなく第2コーナーを抜けて向こう上面に入っていきます。先頭にはゴーフォージン、2番手にはユルシーズがついています。ご覧のようなドロンコの馬場になってしまいました。先頭にはゴーフォージンが立っています。2番手ユルシーズ赤い帽子、外についてパウイスキャッスル、その後ろの黒い帽子が1番人気ホーリーブル、外側の黄色い帽子がスマイリンチンギンさん、ブロックはまだ後方を進んでいきます。ゴーフォージン先頭でまもなく第3コーナーにかかっていきます。2番手にはファウィスキャッスル、ユリシーズ、外を回ってスマイリンシンギンサムがいい足で2番手に並んできました。真ん中のファウィスキャッスルも仕掛けて前に並んできます。ゴーフォージンのリードがあまりなくなりました。ゴーフォージン先頭、リードは1馬身、第3コーナーを左にカーブしていきます。ゴーフォージン先頭、2番手にはファウィスキャッスルとスマイリンシンギンサム、ブロッコがようやく外を回って4番手に上がってきました。内を回っているホーリーブルはかなり苦しくなった。先頭ゴーフォージンで第4コーナーを回っていきます。ゴーフォージン先頭、ゴーフォージン先頭、2番手にはパウエスキャッスルとスマイリンシンギンサム、さあブロッコもいい位置についてきた。第4コーナーを回って直線に向きました。ゴーフォージンまだ先頭です。内に入ってブロッコ、そしてタバスクキャットもいい足で上がってくる。外からはパウエスキャッスルと、そしてさらに 外から黄色い帽子のストローズクリークが2番手に並んできた。ストローズクリークが2番手、そしてブルミアフェアも内から3番手に上がってきた。先頭はゴーフォージン、ゴーフォージン先頭、リードは2馬身から3馬身、ゴーフォージン先頭、2番手ストローズクリーク、ゴーフォージン先頭、ゴーフォージン1着でゴールイン。勝ったのはゴーフォージン、2着にストローズクリーク、ブロッコは4着、ホーリーブルは惨敗です。この勝ったゴーフォージンという馬はですね、実は三歳時同じようなドロンコの馬場で2つも勝った経緯があった、本当に道割れの後者だったんですね。はい、続いてご覧いただきますのが4歳3冠の第2関門、はい、プリークネスステークスですね。5月21日でした、はい、1900m、はい、ここピムリゴ競馬場というのはですね、大変小回りなコースなんですよ。ですから逃げた馬、ごめんなさい、これはブルーミーアフェアですね、ケンタッキーダービー馬のゴーフォージンというのは逃げ馬ですからね、そういった先行のゴーフォージンには大変有利なトラックではないかと思われていました、はい。そしてね、今ちょっと映りましたブルーミンアフェアという馬、この馬もね、大変な有力馬なんですね。ブルーミンアフェアという馬はね、ケンタッキーダービーがゴーフォージンの3着だった馬です。この時はブルーミンアフェアが2番人気になっていました。この他ね、ケンタッキーダービーはゴーフォージンの6着と敗れてしまったんですが、その前サンタアニタダービーでブロックの2着と粘っていたタバスコキャット、この辺が人気になっていましたね。でね、ケンタッキーダービー1番人気で敗れてしまいましたホーリーブルはここ姿がないんですよ、ちょっとね、この1900メートルという距離はホーリーブルには長いんじゃないかということで、実はマイル戦線に転向して、ここはホーリーブルの姿がありません、という4歳クラシックの第2弾です。ご覧いただきましょう。6着のタバスコキャットです。さらに3馬身空いて、内に黒い帽子のファウイスキャッスル、外にヌメラス、そして7番手に2番人気ケンタッキーダービー3着のブルミンアフェアと続いています。先頭から最後方までは20馬身と縦長の展開となりました。先頭集団まもなく第2コーナーを回って直線を向くところ、先頭は依然ポーラエクスペディション、そしてその後ろゴーフォージーンがこの辺りに並びかけていった、一気にかわした。ゴーフォージーンがトップに立ちました。ケンタッキーダービーに続いて2冠を目指していますゴーフォージーン、向こう上面でトップに立ちました。2番手ポーラエクスペディション、そして黒い帽子のシルバーゴブリンが続いています。4番手は3番人気のタバスコキャット、そしてちらっと今赤い帽子が見えましたがヌメラスという展開です。向こう上面先頭は2冠を目指しますゴーフォージン、黄色い帽子の2頭が先頭を行きます。ゴーフォージンにポーラエクスペディション、そしてこの辺りから黒い帽子のシルバーゴブリンと3番人気タバスコキャットが上がっていきます。タバスコキャットが上がっていく、そしてゴーフォージンが先頭だ。ゴーフォ
方陣は先頭、第3コーナーから第4コーナー、この辺りで2番手にタバスコキャットが立った。そして外に持ち出したのが2番人気のブルミンアフェアです。紫色の帽子、先頭はゴーフォージーン、そして2番手にタバスコキャットです。第4コーナーの出口、先頭は依然ゴーフォージーン、2冠を目指したゴーフォージーンが先頭、そしてタバスコキャットがこの辺りに並びかけていく。最後の直線勝負になった。ゴーフォージーンとタバスコキャット、この2頭が抜け出している。最後の直線勝負、完全に一騎打ちだ。ゴーフォージーンにはムチが入った、タバスコキャットにはムチが入った。内ゴーフォージーン、外タバスコキャット、外タバスコキャット、タバスコキャット素晴らしい伸び足だ。ゴーフォージーン届かない、タバスコキャットだ。タバスコキャット、タバスコキャットが勝ちました。タバスコキャット、ゴーフォージーン2冠制覇の夢は破れました。3着にはコンサーンが入っています。ここでタバスコキャットが出てきましたね。はい、そしてベルモントステークスは6月11日でした。2400m と距離が伸びました。はい、ここはね、あのトリプルクラウン最初の2冠を取ったゴーフォージンとタバスコキャットの一騎打ちと見られていました。はい、ご覧のこの馬がゴーフォージンですね。この馬はね、血統的に言うと距離2400に伸びるのは心配ないだろうと言われていました。ご覧の2番がフリークネスの方の勝ち馬タバスコキャット。こちらはね、お父さんのストームキャットっていうのが自身3歳児の活躍馬、そしてね、お父さんになってからも3歳チャンピオンサイヤーになってるような馬で、むしろタバスコキャットの方が2400メートル距離の延長が心配じゃないかなということを言われていましたね。そしてね、この2強に加えてこのレースの注目馬はブロッコですね。ケンタッキーダービーはゴーフォージンの4着と敗れてしまったんですが、その後プリークネスステークスをスキップしてここ1本に的を絞ってきました。はい、このブロッコの存在も注目の的でしたね。はい、それじゃあレースご覧ください。出遅れたストローズクリークが内側に入っていきます。1コーナー、前の3頭がずっと外に持ち出しました。ゴーフォージンがレースを引っ張ります。あのケンタッキーダービーと同じようにゴーフォージンがレースを引っ張っていきます。先頭です。これから2コーナーを回っていきます。2番手にタバスコキャット、3番人気パッドデー騎手、フリークネスステークスを優勝しています。それから外を回って3番手にユリシーズ、4番手に1番人気やや出遅れたストローズクリークです。ケンタッキーダービーは2着、後ろの2頭は内にシグナルタップ、外にアマソス、この6頭です。向こう流しに入りました。先頭ゴーフォージンです。そのリードは1馬身です。クリス・マッキャロン鞍上です。そしてケンタッキーダービー優勝馬、それから2番手にタバスコキャット、パッドでフリークネスステークスの優勝馬、この2頭、それから3番手外を回って赤い帽子がユリシーズです。それから内に見えるのがストローズクリーク、1番人気ケンタッキーダービー2着、さらに後ろの2頭はシグナルタップとアマソス、この6頭。さあ前3頭です。ゴーフォージンがレースを引っ張っています。1馬身のリード、2番手にタバスコキャット、それから3番手外がユリシーズですが、ちょっと下がって変わって3番手にストローズクリーク、1番人気ストローズクリークが上がってきました。よどみないペースで3コーナーに向かっていきます。さあ3強が前です。3強前です。この3頭の争いになるのかどうか。先頭ゴーフォージン少しペースを上げました。2馬身のリード、タバスコキャットが2番手、3番手に1番人気のストローズクリーク、3コーナーをカーブします。ゴーフォージンが先頭を逃げています。あのケンタッキーダービーと同じように、さあ逃げ切ることができるかどうかです。2番手タバスコキャット、さらに3番手のストローズクリークはちょっと行きっぷりがおかしいか。ベイリー騎手が盛んに押しています。ベイリー騎手が盛んに押して、あーっと右ムチが入った。それから4番手にシグナルタップ、4コーナーの手前、あと2頭はアマソス、さらには1頭完全に遅れてユリシーズ。さあ4コーナーをカーブする。先頭はゴーフォージン、さらにはタバスコキャットが並びかける。残り300メートルの手前、先頭ゴーフォージン、ここでタバスコキャット先頭に立った。タバスコキャット先頭だ。それからようやく3番手にストローズクリーク、ストローズクリークムチが入るが伸びてこない。先頭はタバスコキャット、タバスコキャット、ああプリークネスステークスの再現だ。先頭タバスコキャット、内で2番手にゴーフォージン、3番手ようやくストローズクリーク、ストローズクリークは届かない。先頭タバスコキャット、タバスコキャット1着、2着にゴーフォージン、3着ストローズクリーク、タバスコキャットです。パッドデーの右手が上がりました。フリークネステークス、ベルモントステークスを連覇、タバスコキャットです。はい、タバスコキャット2冠達成なんですが、ごめんなさい、ブロック走ってないじゃないですか。すいません、急に欠場したんです。ごめんなさい、当日の朝のね、はい、そういう勢力分布だったんです。当日朝石を踏みましてね、当日朝取り消しだったんですね。すいません、失礼をいたしました。すいません。続いて真夏のダービーと言われましたトラバースステークスです。8月2日ですね。はい、このレースはね、実はホーリーブルケンタッキーダービー敗れた後、メトロポリタンマイルという1マイルのコバとの G1 戦に出ましてね、そこを勝って、なおかつその後 1700m のドゥワイヤーステークス優勝、さらに前走ハスケルインビテーショナル 1800m の G1 も優勝ということでね、3連勝で
この真夏のダービートラバースステークスに臨んできました。で実は、ね、このトラバースステークスはホーリーブルにとって2つの意味で試金石だったんです、ね、1つはねこのレースは 2000m なんですよ、うん、ということで 2000m の距離に再び帰ってきて2000という距離、はい、ケンタッキーダービーの時には克服できなかったこの距離を克服できるかどうかというのが一つのポイントでした。そしてもう一つ、このレースはホーリーブルのライバルであるタバスコキャットも出走していまして、タバスコキャットの陣営がホーリーブルを楽に逃がしてしまってはホーリーブル強いですからということで、同じ陣営がですねコマンチトレイルという逃げ馬をわざわざ出してきたんです、うん、今ね先頭に立って逃げているのはそのコマンチトレイル、その内側から今ここでようやく先頭に立とうかなっていうのがホーリーブルなんですね。ということはね、ホーリーブルっていうのはここまで2回負けてるんですが、負けたレースっていうのは2回ともすんなり先手を取れなかったレースで負けてるんです。ということでね、このレースはね試金石だったんですね。そしてね、今3番手4番手の内側を進んでるのがタバスコキャットですね。それと今ちょっと画面に映っていませんが、最後方5番手から進んでいるのがコンサーンという馬、この馬にもねちょっと注目なんです。コンサーンというのはね、前走ハスケルインビテーショナルがホーリーブルの3着だったものなんですが、最後方から追い込んでくる差し足、切れ足のすごい鋭い馬なんですよ。今画面に映ってきた、はいはい、ぐーっと押し上げてきたこのコンサーン、はい、この差し足が実はこの後大きいレースで生きることになるんですよね。コマンチトレイルを使ったにもかかわらず、タバスコキャットは全く有利に働きませんでしたね。そうですね、二重のその困難を克服して、このレースはホーリーブルが逃げ切りました、逃げ切ってか先行そのまま優勝しました、はい、でも確かにこの後のレースを考えてみると、このレースすごいレースだったんですね。そうですね、はい、非常にこの後のクラシック戦線、ダートのこの路線を暗示しているようなレースがこのご覧のトラバスステークスでしたね、はい。そして11月5日ブリーダーズカップクラシック4歳と小馬の激突です。はい、ここはね残念ながら今勝ったホーリーブルの名前がないんですよ、名前がないことについてちょっとレースの後ね、はい、ゆっくりお話をさせていただきたいと思います。ここはね人気になってましたのが結局4歳2冠馬のタバスコキャット、この馬が一番人気になっていましたね。この他ね、コバ勢ではね、デビルヒズデューというやっぱりこの路線のコバの安定勢力、前走ジョッキークラブゴールドカップ2着のデビルヒズデュー、それからコバ勢ではやはり前年のこのブリーダーズカップのクラシックが2着だったバートランド、この辺がコバ勢、それからこのレースはヨーロッパからの遠征馬があったことも注目でしてね、ずっとマイル戦線でご覧いただいたグランドロッジ、はい、それがねダートの2000のここへ挑んできてるんですね。この辺にも注目してご覧いただきたいと思います。タバスコキャットは4番手、その内側3番手にはゴーフォージンとタバスコキャット、この4歳の人気の2頭が前から3番手4番手並んで追走していきます。さあ第1コーナー左へカーブを取りました。バートランドが逃げていく、そしてドラマチックゴールドが2番手、そしてゴーフォージン、ケンタッキーダービー馬のゴーフォージンは内3番手、その外側にはプリークネスステークスとベルモントステークスを勝ちましたタバスコキャットが緑の帽子、タバスコキャットが3番手に上がりました。さあタバスコキャットがずっと3番手に上がっていきます。バートランドが逃げていく、去年もこのクラシック最後の最後まで逃げて最後敗れましたバートランド、その雪辱をかけて逃げます。そして2番手に上がったのはドラマチックゴールド、3番手向こう側緑の帽子はタバスコキャット、ゴーフォージンはずるずると後退していくぞ、ケンタッキーダービー馬のゴーフォージンは後ろの方に下がっていきます。タバスコキャットは好位置をキープしているが、ちょっと外を回りすぎる感じがあります。さあバートランドが先行で逃げて、そしてドラマチックゴールドが並びかけようという体勢、さあここからタバスコキャットが上がってくる、緑の帽子タバスコキャットが上がってくる、3コーナー左へカーブを取り始めている、バートランドが逃げるドラマチックゴールド並びかける、その外側からタバスコキャット、この3頭の激しい争いになっている。さあ4コーナーの出口へと向かっていきます。ドラマチックゴールドが逃げていく、タバスコキャットはどうか、タバスコキャットはどうか、バートランドはいっぱいだ。さあ来たのはドラマチックゴールドだ。そしてタバスコキャットがここで先頭に立つか、タバスコキャットがここで先頭か。うちのドラマチックゴールドはちょっと苦しい。そしてコンサーンが先頭だ。コンサーンが勝った。コンサーンが直線、タバスコキャットを差し切りました。ブリーダーズカップクラシックを制したのはコンサーン。
最後見事な追い込み。そうですね、このコンサーンの鞍上ジェリーベリー、はい、前年のクラシックでもアーカングを優勝に導いた彼が今年もやってくれましたね。でも前のレースね、真夏のダービーを見ていれば、はい、あ、なるほどという感じがしますね。こうやって振り返ってみるとね。そうですね。そしてね、2着に一番人気のタバスコキャット、こうして考えてみますとね、タバスコキャット、この2000チャーチルダウンズいい競馬をしましたよね、はい、ということはもしね、ケンタッキーダービーを勝っていれば三冠馬だったんですよ、うん、そうですよね。このね、はい、そのブリオスカップのクラシックが始まる前に、はい、ホーリーブルが出ないのはどうしてだと、一番強い馬が出ないんじゃつまらないじゃないかという話も起こってましたね、はい、そうですね。実はね、あのブリーダーズカップそのもののシステムが、お父さんの登録がないとその産駒が出られない、まあ、出られないわけじゃなくて非常に高い追加登録料を払わなければ出られないというシステムなんです、はい、でホーリーブルのお父さんというのは、このホーリーブルが出るまではそれほど大した種馬じゃないって言われてたんですね、うんうん、ブリーダーズカップの登録がなかったんです、うん、ということでね、今年ブリーダーズカップは出なかったですね、うん、ただね、先ほどご覧いただきましたトラバースステークスの後、ウッドウォードステークスという G1 に出ましてね、ここはあのブリーダーズカップクラシックに出たメンバーに加えて、例えばジョッキークラブゴールドカップを勝っているコロニアルアフェアなんかも出てた、大変いいメンバーの G1 戦出まして、ここを5馬身差で圧勝したんですよ、うん、ということでね、おそらく今年のアメリカの年度代表馬は、ホーリーブルではないかと言われていますね。ホーリーブルは2000メートルにも適してたということですね、はい、最終的に2000メートルまで距離の融通性を伸ばしました、はい、すごい成長でしたね。そうですね。でもあのそれに比べてね、はい、もう最初に応援してたゴーフォーチンが、こう後半に来るともうなんか影が薄くなっちゃったかなって気がしたんですが、そうですね、秋このままちょっと調子を崩しましたね、ただね、今年の4歳勢アメリカのこの路線は大変層が厚いです、ゴーフォージンがちょっと調子を落としてしまっても、変わってね、コンサーンですとか、はい、タバスコキャットですとか、実はあのこのコンサーン、そうですね、ブリーダーズカップクラシックの1着から4着を4歳が独占したんですよ、こんな年はおそらくないと思いますね。そのしかもね、4着を独占した上位、このご覧の1着のコンサーン、2着のタバスコキャット、それからホーリーブル、この辺がね、全部ね、来季も現役続行を宣言してるんです。あ、そうですか。はい、今年強かった4歳馬がまた来年も、はい、走ると言ってますんで、来季もアメリカこの路線は大変層の厚い充実した競馬が展開されるんじゃないでしょうかね。そうですね、非常に楽しみだと思います。なかなかね、この番組では4歳の時には見ていただけるんですけどね、コロになった時に、はい、まあ、クラシックまでちょっとお預けかなっていうね。そうですね、うん、でもこう注目していきたいですね、このあたりもね、はい、あの3歳馬のスターも出てきてますから、ということは来年の4歳のこの路線も楽しみですよね。そうですね、アメリカのダート路線でした、はい、続いて最後のコーナーになります、今年の芝の 2000m から 2400m を振り返ってみたいと思います、はい、こちらもね、英国ダービーから始まりまして、はい、そうですね、これも、まあ、英国ダービーは4歳だけですが、その後キングジョージから4歳コバ混合ですね、うん、そしてね、マイル戦線同様、この路線もヨーロッパはね、前の年の一流馬がみんな現役に残ってるんですよ、はい、例えばホワイトマズルしかり、アップルトリーしかり、エルナンドしかり、そういった馬と4歳勢との激突が本当に楽しみな路線でしたね。そうですね。そして多頭数のレースがまた多かったのも特徴だったと思います、はい、それでは2000から2400ご覧ください。さあ、まずは英国ダービーです。6月1日に行われました。はい、この路線はね、まあ、先ほどもちょっとお話をしましたが、キングズシアターという三歳児のレーシングポストトロフィーの勝ち馬がここの路線を引っ張るんじゃないかと言われていたんですが、2000ギニーを大敗した後、ヨークのですね、ダンテステークスも負けてしまいまして、はい、ここはね、出走はしていますが人気を落としてしまっています。ここのね、英国ダービーで一番人気に押されていますのがエルハーブという馬なんですよ、あ、これは女王様ですね。というのはね、このご覧の7番の馬がエルハーブです。この馬はね、英国ダービーの前、ダンテステークス、ヨークの 2100m の G2 戦をヨークのね、コースレコードで勝ってるんですよ、はい、そしてここへ臨んできて一番人気でした。そしてね、英国はね、今年春本当に稀なくらい天気が良くて、この日の馬場がね、非常にこう早かったんですね、ということでね、前走ヨークのダンテステークスをレコード勝ちしたエルハーブに人気がかなり集まっていましたね。その他有力馬少しご紹介しますとね、2番人気になっていたのがブロードウェイフライヤーという馬でした。ブロードウェイフライヤーという馬は
このトライアルのチェスターバーズというチェスターのトライアルを5馬身差で圧勝してここを臨んできた馬ですね。あるいはねリニーヘッド、この馬はねサンダウンのクラシックトライアルステークスというこれもあのダービーへ向けての大切なステップレースなんですが、そうここを勝って出てきたリニーヘッド、それからね日本の皆さんにはあの日本人馬主の渡辺隆さんがお持ちのショコラデメグロという、これはダービートライアルステークスがフォーカスニュースの2着だった馬、その馬の参戦も今年のダービー英国ダービーの大きな楽しみの一つでしたね。はい、じゃあレースご覧いただきたいと思います。25頭が固まってきます。ゆったりとしたペースで坂を上がっていきます。先頭はミスターベイリーズです。外側にウィッシング、パーティーシーズンが少し下げています。それから前の方でザ・フライングファントムは足毛の馬、一番内側に近ウィッカです。それからシャドーロールのウェイアンカーも前から4、5頭目、2番人気ブロードウェイフライヤーは外から少し上がっていきます。1番人気のエルハーブは一番後ろの方でまだ後ろから5、6頭目です。前の方固まっています。流れは落ち着いています。左にカーブを取っていきます。少しずつこの辺りペースが上がってきました。まもなく1000メートルを通過します。エルハーブはまだこの集団の一番後ろの方、青い勝負服がチラッチラッと見えています。さあミスターベイリーズ近ウィッカ2頭が前先行先、おっと1頭落馬、落馬です。フォイヤー落馬、フォイヤーが落馬。前に走っているキングズシアターは大丈夫ですが、後ろのサンシャックパッドエドリー騎手が立ち上がりました。アクシデントがありました今年のエプソンダービー。さあこれから最終コーナー、タテダムコーナーに向かっていきます。先頭はミスターベイリーズ1馬身のリード、近ウィッカ2番手、その後ろにウェイアンカーはシャドーロール、内側にカーマシーンが上がります。その外にウィッシング、さらにはウェイティング、渡辺隆さんのショコラドメグロ、画面の左足時々見えていますが黄色に赤袖ちょうど中段です。さあタテダムコーナーです。この辺りでリードを広げたミスターベイリーズがリードを広げた、2冠に向けてリードを広げていきます。6馬身7馬身があります。それから近いウィッカはいっぱいになりました。そしてカーマシーン、ウェイアンカー、カーネルコリンズが上がってくる。キングズシアターが上がってきた。キングズシアター2番手に上がった。それから1番人気のエルハーブはまだ内側だ。4番手に上がってくるところ、先頭はミスターベイリーズ200、残り400を切りました。ミスターベイリーズ先頭、さあ2馬身から1馬身と縮まってくる。キングズシアターとそしてカーネルコインズが追い上げる。その後ろにエルハーブ、その後ろからエルハーブ、青い勝負服、先頭はキングズシアターだ。キングズシアター先頭、外からカーネルコインズ、そして1番外にエルハーブ、エルハーブが外から来る。エンジンに火がついた。エルハーブだ、エルハーブだ、エルハーブ先頭、エルハーブ1着、エルハーブ勝ちました。2着にキングズシアター、3着カーネルコインズ、勝ったのはエルハーブです。本当にこのレースはいいレースでしたね。本当にゴール前の差し足はすごいですね、はい、そして6月26日にアイルランドで行われましたアイリッシュダービーです。このレースはね、例年英国ダービー、フランスのダービーの大体3週間後に行われるということで、英仏のダービー馬の頂上対決が見られるんですが、今年はね、エルハーブ英国ダービー馬がエクリプスステークス、それからフランスダービー馬のセレディックアームズがパリ大賞典、それぞれね 2000m の G1 に向かってしまったために残念ながら頂上対決は実現しませんでした。ただね、英国組ではダービー2着のキングズシアターと3着のカーネルコリンズ、それからフランスダービー組では3着のアルリーファと4着のティッカネンが出ています、はい、そしてもう一頭、このレースの興味を本当に増してくれたのが今年の英国のオークス馬、はい、バランチーンがね、果敢に男馬に挑戦してきたことなんですよ ね。はい、じゃそのレースご覧いただきたいと思います。1番人気のキングズシアターです。それからフランスダービー3着のアルリーファ、さらにはフランスダービー4着のティッカネンと続いていきます。少し縦に早くも長い展開になってきました。カマシーンのリードが2馬身から3馬身と開いていきます。アルリーファが2番手です。オレンジ、その後ろにキングズシアター1番人気、イギリスダービー2着の雪辱をかけます。4番手に青の勝負服バランチーンです。バランチーン、イギリスオークス馬は現在4番手、後ろ5頭固まっていますが、ティッカネン、さらにはカーネルコリンズが内側、アイオニオ、カジャリアン、コンセプトハウスと続いていきます。先頭から最後方まで10馬身以内にあります。先頭のカマシーンのリードが少し縮まってきました。この辺り少し坂を下がっていきます。バランチーンが早くも2番手に並びかけていきます。アルリーファが現在外側の2番手、4番手にキングズシアターです。何にもない緑の大平原の中を行く9頭、さあリードが縮まった。カマシーン先頭1馬身、その外側にイギリスオークス馬のバランチーンが内側から上がってくる。外にはアルリーファです。それからポツンと離れた4番手に1番人気のキングズシアター、その後ろ5頭は固まっています。
さあ前の方が重なってきました。カマシーンと外側に上がってきたバランチーン、イギリスオークス馬のバランチーンが早くも上がっていきます。その後ろは外側にアルリーファ、内側にはキングズシアター1番人気、さらにカーメルコリンズもその後ろに上がってきています。最終コーナーに向かっていく9頭、先頭内側の方でカマシーンですが、早くもバランチーンが先頭に立った。ここでバランチーンが先頭に立ちました。外の方からアルリーファが上がってくるオレンジ、その内側にキングズシアターも上がってきました。馬群の真ん中にカーネルコリンズです。さあ最終コーナー残りは 600m を切ります。先頭バランチーン、1馬身半のリード、バランチーンが先頭だ。2番手にキングズシアター上がってくる、キングズシアター2番手、その外側からアルリーファも上がってきた。内の方でカマシーンは苦しくなった。カーネルコリンズがようやく3番手内の方から上がってくる。残り 400m を切りました。先頭はバランチーン、イギリスオークス馬バランチーン、デッドオーリーの左道が入った。そして2番手にキングズシアターを襲いかかる。3番手がカーネルコリンズ。さあこの3頭だ、200を切った。バランチーンが先頭、バランチーン先頭、2馬身から3馬身のリード、またリードが広がっていく。バランチーンこれは強い。2番手にキングズシアター、これは届かない。バランチーンだ、さすがにイギリスオークス馬1着、アイリッシュダービーも圧勝。2着にキングズシアター、3着はカーネルコリンズ。デッドオーリーの右手が上がりました。このね、女馬によるアイリッシュダービー制覇というのは今世紀に入って2頭目という大変な快挙だったんですね。そしてキングジョージです。7月23日に行われました。位置づけとしてはね、ヨーロッパの春シーズン前半戦の芝 2400m のチャンピオンを決めるレースです、はい、そしてね、コバ代表がご覧のホワイトマズルです。鞍上は武豊騎手、はい、この馬はね、前の年のこのキングジョージの2着、そして凱旋門賞の2着ということでね、本当にあのコバ勢の代表の一角に武騎手が騎乗してここへ臨んだわけですね。そしてね、4歳児の代表が英国のダービー、それからアイルランドのダービーともに2着だったこのキングズシアター、この馬が4歳児の代表としてここへ臨んできました。その他のね、あの有力どころをちょっとご紹介いたしますと、まずコバ勢ではね、アップルトリーというフランスの6歳の男馬がコロネーションカップ、それからサンクル大賞典、芝の2400の G1 を連勝してここへ臨んできています。そしてこのご覧の深いブリンカーのエズード、これはね、 2000m 先生の最強馬なんですよ。この 2000m 先生の最強馬がここにね、ステップアップをしてきたんですが、このエズードのレースぶりがこのレースのね、勝負の行方を左右しました。それでは実況を聞きください。一番後ろシンガリからいきます。さあ先頭はアージェントリクエストとボブズリーターン、この2頭です。内がボブズリーターン、そして外側がアージェントリクエスト。おっと1頭空馬です。エズードが落馬しています。ツインバン騎手がすでに落馬しています。1頭空馬となりました。さあ先頭アージェントリクエストとボブリターン、この2頭です。そこから少し切れてワゴンマスター3番手、4番手内にプティルーです。それから後ろの方が固まっていますが、キングズシアター、イギリスダービー馬のエルハーブが外で青の勝負服、武豊のホワイトマズルは今最後方、しんがり一番後ろです。ロンドン郊外アスコットの深い緑をバックにして、第44回のキングジョージ6世クイーンエリザベスステークス、縦に長い展開となりました。アージェントリクエスト先頭、2番手にボブズリターン、3番手ワゴンマスター、少し切れてプティルー、キングズシアターがその外側に5頭目、5番手に上がっています。イギリスダービー馬のエルハーブはその後ろです。さあ前が3頭です。前3頭はアージェントリクエスト、ボブズリターン、この2頭と、そして3番手にワゴンマスター。後ろが8頭固まっていますが、武豊のホワイトマズルは内立ちいっぱいを行きます。中間点を過ぎました。坂を駆け上がって残り間もなく 1000m の地点にやってきます。先頭ボブズリターンとアージェントリクエスト、ワゴンマスターが3番手、カラウマが1頭、エズードは落馬しています。内の方でホワイトマズル、武豊は後ろから3頭目4頭目と少しずつ上がってきています。武豊とホワイトマズル、さあどこを抜けてくるのか。武豊今内側に包まれた感じになっています。先頭はボブズリターン、ここでボブズリターン先頭、カーブを少し右に取ります。アージェントリクエスト2番手、外側黒の帽子がワゴンマスター上がってきた。エルハーブは現在中段の外側ダービー馬、その内側の方に後ろから4頭目、武豊のホワイトマズルは後ろから4頭目。さあ最終コーナーをカーブした。先頭はボブズリターン、ボブズリターン先頭で一番外側カラウマが、あっと内に切り込む、おっと邪魔になる。エルハーブ立ち上がった。先頭はワゴンマスター先頭、その外側からキングズシアター上がってきた。内の方に武豊、ホワイトマズルまだ包まれている。現在4頭目か、4番手に上がってきている。さあ武豊上がってきたぞ。先頭はキングズシアター先頭、内でワゴンマスター苦しくなった。キングズシアター先頭、さあ武豊、ホワイトマズル2番
番手に上がった。頑張れ武豊、2番手に上がったぞ。うちの方でキングズシアター先頭だ。ホワイトマズル2番手、武豊2番手、さあ届くかどうか、ちょっと届かないか。先頭はキングズシアター1着、武豊残念2着、ホワイトマズルは2着です。英国のダービー、アイルランドダービー2着、共に2着とね、勝ち運に見放されてるかと思われた、うん、キングズシアターでしたね、はい、やっと勝ちましたね。そしてアメリカです。アーリントンミリオン2000メートルでした。まあ、この競馬がねアメリカの芝のねこの路線の一応まあの2400の最高峰がブリーダースカップのターフだとすれば、2000メートルの最高峰がこのレースと言われているレースですね、はい、人気になっていたのがご覧のこの9番パラダイスクリークという馬です。この馬6歳馬、あの4歳児から活躍はしていたんですが、本当に充実したのは今年になってからですね。あの春シーズンターフトリプルっていうね芝の路線の1600から2000の3連戦があるんですが、その3連覇を初めて達成したんですよ。前走バーナード・バルクこそルアーに負けましたが本当に充実しています。そしてねご覧の11番スターボコジーン、この前年のアーリントンミリオンの勝ち馬に武豊騎手が騎乗して臨みましたね、はい、ただ注目はパラダイスクリーク、本当に2倍を切る圧倒的1番人気になっています。それではご覧ください。しかしすぐに左にカーブを取ります。かなり大回りをさせれます。画面の一番左シャドーロールをつけましたスターオブコジン武豊、後方に下がっていきます。さあ正面スタンド前1周目にかかります。ピンクの帽子ファンも赤松先頭に立ちました。そして2番手争いは4頭が並んでいます。一番内側から2番人気のムータラム、そしてブルーストラベラー、セミノン、スティールあたりが2番手争いをいきます。画面の一番左黄色い勝負服が一番人気のパラダイスクリーク、そのさらに外側からいきますのがシャドーロールスターオブコジンです。かなり後方に待機しました武豊がスターオブコジンです。さあ第1コーナー左へカーブを取りました。ファンマンが先頭で逃げまして、そしてムータラム、ブルーストラベラー2頭並んで2番手追走していきます。そしてスティール、セミノンと並んで6番手あたりに黄色い勝負服、一番人気のパラダイスクリークが行きます。そして武豊のスターオブコジンは最後方、小手山さんのヨハンクアッツはその前あたりを行きましょうか。さあ向こう上面を出ました、向こう上面に出ました。ファンモアが先頭で逃げていきます。このファンモアからスターオブコジンまで15、6馬身とかなり長い列になりました。かなり離されすぎましたスターオブコジンです。ゆったりとしたペース、先頭はファンモア、前走のアーリントンハンデを逃げ切りましたこのピンクの帽子ファンモアが逃げていきます。その後ろぴったりと2頭が追走していきます。うち3番がムータラム、そして向こう側ブルーストラベラー、この2頭がぴったりとマークしていきます。さあまもなく第3コーナーにかかろうというところ、ファンモアが依然として逃げていきます。そして2番手ムータラム、ブルーストラベラー並んで、そして2頭がさらに追い上げてきました。プティール、そして向こう側黄色い帽子、黄色い勝負服パラダイスクリーク、1番人気上がってきました。さあ4コーナーへと向かっていきます。武豊がようやく今画面に入りました。後方から2番手かなり離されている。後ろの方からスターブコジン、ちょっとこれは届きそうもないか。先頭早くも4コーナー余って最後の直線に向いている。ファンマーが先頭、ファンマーが先頭、そしてムータラも追い上げる。さらに外から黄色い帽子、一番人気のパラダイスクリーク、パラダイスクリーク追い込んでくる。いい足で乗りてきました。並んだファンマーをかわしました。パラダイスクリーク先頭、パラダイスクリーク先頭、パラダイスクリーク勝ちました。最後素晴らしい伸びを見せましたパラダイスクリーク、パッドでガッツポーズ。武豊スターオブコジンは惨敗、海外 G1 制覇の夢はまたまた持ち越し、勝ったのはパラダイスクリークです。そして凱旋門賞でした。はい、ここはねヨーロッパの秋の芝 2400m のチャンピオン決定戦という位置づけのレースですね、はい、本当にね今年いいメンバーが揃いました、そのいいメンバーが揃った中で武豊騎手が手綱を取るホワイトマズルに非常に注目が集まっていました。ホワイトマズルは先ほどご覧いただきましたキングジョージ2着の後、うん、ドービルのですねドービル大賞典という2500の G2 ジョン・リードに手綱を取られて出て、ここを落勝しましてね、本当に有力馬の一頭としてここへ臨んできました。ただね本当に今年の凱旋門賞メンバーが良くてですね、ちょっと全部ご紹介できませんが、例えばあの 2000m 路線の最強馬エズード、あるいは直前のフォイショーを勝ったリチャード・オブ・ヨーク、ドイツの最強馬ランド、昨年のフランスのダービー馬であの今年の秋復活したエルナンド、あるいはブラジルの最強馬マッチベタ、昨年の英国のオークス馬イントレピリティ、さらにヨークのヨークシャーオークス2連覇を達成してここへ臨んできたオンリーロワイヤル、さらに2位優勝という4歳馬のためのこの凱旋門賞のステップレース、これを勝ったカーネギー、それからキングズシアター、さらにフランスのダービー馬セルティックアームズ、さらにフランスのオグリキャップと言われていた10戦10勝のミルコンと、本当に多彩なメンバーが顔を揃えていました。そしてねあの
凱旋門賞っていうのは一応勝つためのポジションがある、好位を取っていなきゃいけないというレースを、今のところ武豊騎手とホワイトマズルはほとんど最高峰に近いところから進んでいます。それではご覧いただきたいと思います。その候補シェラマドレはベルメイユの勝ち馬、それからカーネギー、さらにはブリンカーをつけたエズードといった体勢です。第3コーナーから第4コーナーに向かう下り坂に差し掛かってきました。先頭はブロードウェイフライヤー、そして2番手追走はキングズシアター、インフォレピリティ、そしてその後方ミルコム、リチャード・ブヨークも好位をキープしています。ホワイトマズル、武豊はまだ後方から3番手の位置取りです。先頭はブロードウェイフライヤー、逃げを打っています。その差は6馬身ありましたが、徐々にここでその差が縮まってきました。後続との差が徐々に縮まってきました。4馬身から3馬身となりました。各馬が第4コーナーの最終コーナーに向かってくるところです。武豊、ホワイトマズルはまだこの馬群の後方です。最後の第4コーナーを今カーブしました。先頭はブロードウェイフライヤー、そして武豊、ホワイトマズルは大外に持ち出しました。そして岡部、ダンシェンヌは内に入って後ろから追い込みにかけます。武、ホワイトマズルは大外に回りましたが、ちょっと伸びがありません。内の方が優勢、内の方が優勢。ここで14番のカーネギーが先頭に立ちました。そしてその内にエルナンド、さらに内にアップルトリーといった体勢。ここでカーネギー先頭、カーネギー先頭、内でエルナンドも吸収してくるが、カーネギーが頭一つリードしている。カーネギー頭一つリード、ジャルネの左道が入った。カーネギーリードしてゴールイン。勝ったのはカーネギーです。第73回凱旋門賞優勝はサドラーズウェルス3区のカーネギーでした。ホワイトマズルは最後追い込み及ばず、6着あるいは7着でしょうか。カーネギーはね、お母さんのデトロイトに続いて母子制覇達成だったんですよね、はい。そしてコックスプレート、オーストラリアですね、2040メートルです。はい、これはあの春のオーストラリアの芝のこの路線のチャンピオン決定戦ですね、はい、10月22日に行われました。そうですね、10月ですから南半球は春になります、はい。ここもね、4歳勢と小馬勢が一堂に会する激突になりました。4歳勢の代表がですね、これから映ると思いますが、あ、ごめんなさい、先に小馬勢代表のジューンが映りましたね。向こう側に映っている13番が4歳代表のセントコベットという馬ですね、昨年の3歳のチャンピオンですね。そしてご覧の1番がラフハビットです。3年前のジャパンカップに来日して日本の皆様におなじみなんですが、9歳になった今年も健在ですね。ここはね、でも1番人気はさっき映りました青の勝負服のジューンという馬、前走ね、コーフィールドステークス2着のこの馬、その前にアンダーウッドステークスを勝っている馬、そのジューンがね1番人気になっていました。あと前の年のこのコックスプレート2着に逃げ回っているソルビット、この辺もね非常に怖い存在と言われていましたね。はい、レースをご覧いただきたいと思います。スナップ、ダーブリッジが行きます。セントコベット外から上がっていきました。それから緑のソルビットも上がっていきます。その外にイッツオーリンファン、この辺りが先行争いです。人気の順は後ろから2投目です。最初のコーナーを回ります。セントコベットちょっとかかり気味に先頭に立ちました。ソルビットが外から緑の勝負服が上がっていきます。ソルビット上がっていった、おっと口を割っているのがセントコベットです。ソルビットこれをかわして先頭に立ちました。セントコベット2番手、ダーブリッジ3番手です。イッツオーリンファンが外側で4番手、この辺り1にスナップです。そして人気のレディングとトリスタラブは中段です。一番人気のジューンは後ろから4、5投目、外側を回っている青い勝負服です。少し上がっていきます。先頭ソルビットです。セントコベット2番手、2馬身の差、そこからまた2馬身離れてダーブリッジです。一番人気ジューンはまだ外を回って後ろから4投目、一番後ろ内側にラッハビット9歳馬、3年前ジャパンカップに出走しています。3馬身のリードを取ったソルビット、ちょうど1000メートルを通過したところです。ソルビット先頭です。前走 G2 の同じ2000メートルケルトステークスに優勝しています。ソルビット先頭でセントコベット2番手、その差は3馬身と開きました。後ろは少しずつ固まってきています。ダーブリッジが4番手か、内にスナップ、それからイッツオールインファンが外側を上がってきています。後ろ少しずつ固まって最終コーナーに向かっていきます。14頭ソルビット先頭で少しペースが上がった。セントコベット
ット2番手、スナップが内側、ダーブリッジ、それから一番外、ジューンが青い勝負服が見えています。まだ後ろから4、5頭目にいます。一番人気のジューンです。ちょっと手が動いている。ジューンはちょっと苦しいのか。先頭はソルビット。最終コーナー手前、残りは直線は200メートルしかありません。ソルビット先頭、ダーブリッジ2番手、それからレディングが上がってきた。内でセントコベットちょっと苦しい。ラッハビットも上がってきている。真ん中終わってラッハビット今 4,5 番手に上がってきている。残り200を切った直線だ。ソルビット先頭、ソルビットが逃げている。ダーブリッジ、内でレディング、それから外からアルコーブ、ラッハビット真ん中終わった。ラッハビット真ん中終わった。内でソルビット先頭か、ソルビットか、ラッハビットか、ソルビットか、わずかに内ソルビット、ラッハビット届いていないか。ソルビット逃げ切りました。ソルビット逃げ切りました。勝ったのはソルビットです。前年の2着馬ソルビットが見事に雪辱を果たした競馬でしたね。しかし救済馬頑張りますね。頑張りましたね。そして11月5日のブリーダーズカップターフ、はい、これはブリーダーズカップの中の芝の2400メートルというカテゴリーですね、はい、ここはね、出走14頭中10頭がヨーロッパからの遠征馬という、こういったメンバー構成になりました。ただね、一番人気に押されていたのは地元アメリカ勢。先ほどご覧いただきましたアーリントンミリオンの勝ち馬パラダイスクリーク、はい、まあ、距離的にはね、この 2400m は初めてなんですが、それでも 2000m であれだけ強いということで、ここは一番人気に押されています。一方ね、ヨーロッパ勢の代表格は凱旋門賞カーネギーの首差の2着だったエルナンド、この馬がね、ヨーロッパ勢の代表としてここへ出ています。それからホワイトマズル、ここはね、ジョン・リード騎手が手綱を取って参戦しています。ご覧ください。スタートしました。コースタートを切ったのはボードビルです。ボードビルがコースタートを切って、その向こう側からダーリアズドリーマーが行きました。ダーリアズドリーマーがまず鼻を切りました。向こう上面の中間点から3のコーナーへと向かっていきます。レイントラップがその後ろにつけて、レイントラップ、そしてその手前側にボードビルが内の方から3番手に行きます。さあ、この3頭が先行争いでいきます。ダーリアズドリーマー、ダーリアズドリーマー、6歳のオス馬がまず逃げていきました。さあ、3コーナー、3、4コーナーの頂点から4コーナーの出口へとまず向かっていきます。そして1周目、正面スタンド前にかかります。かなり長い列になりました。さあ、注目の馬の確認をしたいと思いますが、ホワイトマゾルの姿はこの画面ではありません。ホワイトマゾルは集団の後方、集団のやや真ん中から後ろ寄りにつけています。そしてパラダイスクリークなんですが、パラダイスクリークが外の方から少し上がってきました。パラダイスクリークが外の方、外を回りまして4番手につけています。4番手につけていきます。ダーリアズドリーマーが先行、鼻を切りまして正面スタンド前1周目通過。さあ、第1コーナーへとかかっていきます。パラダイスクリークがスーッと上がっていきまして、2番手に上がろうかというところです。この黄色、そして紫の横縞がありますのがパラダイスクリーク。その内側ピンクの帽子がレイントラップです。依然として逃げていくのがダーリアズドリーマー。おっと、ここでパラダイスクリーク上がっていく。パラダイスクリークがここで上がっていきまして、ダーリアズドリーマーに習いました。ダーリアズドリーマーに習いました。ホワイトマズノはまた集団の真ん中です。集団の真ん中行きます。パラダイスクリーク向こう上面に先頭に立った。パッドデイがちょっと内側を見ました。パラダイスクリークが先頭に立った。ホワイトマズノはどうでしょうか。集団の真ん中包まれるような形になっている。6番のボードビルがその内側を行きます。パラダイスクリークとボードビル、この2頭が並びまして2周目、向こう上面から3コーナーへとかかります。パラダイスクリークが先頭、パラダイスクリークかぶせるように来た。そして6番のボードビル、内で粘ります。ホワイトマズルはまだ集団の真ん中、懸命にジョン・リードが追い出しにかかっているが、ホワイトマズルはちょっと動きが悪いか、変わってティッカネンが外の方を回って追い込んでくる。パラダイスクリーク先頭、さあ、最後の直線に向けました。パラダイスクリークとボードビル、まだ追い出していない。ボードビルのスティーブンスがちょっと無知を取りました。さあ、パラダイスクリークは先頭、そして白い帽子のティッカネンが追い込んでくる。パラダイスクリーク先頭、そしてここでティッカネンに変わったか、ティッカネンが先頭だ、先頭、そして来たのはハトゥーフだ、ティッカネンが先頭だ、ハトゥーフが追い込んでくる。パラダイスクリークは3着、勝ったのはティッカネン、ティッカネンがターフを制しました。人気のパラダイスクリークは3着。これはね、今回2400走るのはこれが初めてというパラダイスクリーク、向こう上面から早めに仕掛けて最後3着ですがね、
これは初めての2400メートルにしてはなかなかいい競馬をしたと思います、流れがきつかったんですよ、その割に先行して3着まで粘りましたから、この距離に対する目処が立ったと思います、じゃあプラス要素と考えた方がいいですね。ただこの勝ったティッカネンというフランスの4歳馬強くなりましたね。そうですね、びっくりしました。4歳馬なんですよ。それで春シーズンからある程度活躍はしてたんですが、秋に本当に力をつけた一頭ですね、そしてカーネギーが今出てきた中で頑張ってましたね。そうですね、まずね秋のこの路線振り返りますとね、4歳勢の活躍が目立つんです。この路線も、まず凱旋門賞はご覧のカーネギーが勝ちましたよね、そうです。でそれから、最後にご覧いただきましたブリーダーズカップのターフはティッカネンが勝ちました、共に4歳馬です、そして嬉しいことにこの2頭とも来年現役続行ということなんですよ。このねカーネギーとティッカネンともにフランスの4歳馬、この2頭の来年の対決っていうのは今から非常に楽しみですね、そうですね、そしてね前半の方に見ていただきました英国ダービーアイリッシュダービーの、本当に男と女の頂点がいましたよね、でも後半コバとの戦いの中に片や引退、片や、休業というような形になってしまいました ね、 英国のダービーとオークスの勝ち馬、エルハーブとバランチンが後半姿が見えませんでしたね、エルハーブはねキングジョージで負けた後、足元を痛めて残念ながら引退ということになりました。エズードとぶつかってしまったんですよね、キングジョージの間にね。それが直接の原因かどうかははっきりは言えませんが、残念ながら足元を痛めて引退、ただこの馬、日本で種馬になることが決まってるんです。日本に来るんですか、英国ダービー馬が日本に種馬として来るのはこれで3年連続なんですよ、日本の生産者の人たちは大変この馬を歓迎してますね、逆にね英国のファンは残念がっています。そうでしょうね。それからねバランチーンはね、アイリッシュダービーで大変強い勝ち方をした後、実は戦痛を起こしましてね、小腸の便秘腺という馬にとっては大変怖い病気にかかりまして、外科的手術、回復手術、お腹を開く手術をして、一時期はね生命の危機と言われたんですよ、ただね回復したんです、幸い回復しまして、一時は本当に繁殖牝馬になるのも危ないかなと言われたんですが、現役どうやら続行できるかもしれないと。今ね昨年も冬を過ごしたドバイに今バランチン行ってまして、そこで来年に備えてトレーニングに入ろうかという状況なんです。本当にね一時はもうダメじゃないかって言われただけに、もう一回彼女が走るのを見られるっていうのは楽しみですね。そうですか。それ一つ来年の大きな楽しみになりました、そしていよいよ来週はジャパンカップです、その見どころというか有力馬をいろいろ取り上げてみたいと思います。そうですね、今日この番組でご覧いただきました各国のその芝2400メートル路線の競合がねたくさん集まるんですよ、そうなんです。まずねアメリカから来ますのがブリーダーズカップのターフが3着だったパラダイスクリークという馬ですね、この馬はね本当に2000メートルまでではダントツの実力を持っています。そして前走2400メートル初めて経験してある程度の目処が立ちましたので、この馬はね楽しみだと思いますね、それからねヨーロッパ勢では凱旋門賞2、3着の、エルナンドとそれからアップルトリー、これがねジャパンカップに名乗りを上げています。このエルナンドはね凱旋門賞2着の後ブリーダーズカップのターフは少し負けてしまいましたが、この馬はねチャーチルダウンズのような深い芝生はあまり得意としてないんですよ、本当にゴール前の切れ味で勝負する馬ですので、むしろ東京競馬場というのはこのエルナンドにとって非常に向いた舞台ということが言えると思いますね、それから凱旋門賞3着のアップルトリー、この馬はね凱旋門賞3着の後ブリーダーズカップをわざわざスキップして、ジャパンカップ1本に絞ってきたんです。狙ってます。これは怖い存在だと思いますね、それからね南半球からはねここでご覧いただきましたコックスプレートの2着馬と3着馬、ラフハビットとそれからこのご覧のラフハビット9歳馬、もう頑張ってます。そうですね、それから3着だったレディングですね、さらにね今日ご覧いただいたレースの後メルボルンカップという南半球の、ステイヤーのための一番のレースメルボルンカップを勝ったジューン、このまま来日してるんですよ、ということでね本当にこの総集編を彩った主役たちがこぞってジャパンカップに来てるわけですよね。そしてその中でどれが優勝するか本当に見逃せないところです、楽しみです。1時間半見ていただきましたけれども、この1年間の世界の競馬を捉えて、郷田さんはどんなふうに思われますか。やっぱりね本当に競馬っていうのは面白いですね、映画解説者みたいなこと言いますが本当に楽しみですというのは番組の初めでも申しましたが、競馬っていうのは
路線を追ってね、だんだんと辿っていくと本当に面白いと思います。そうですね。ですから来年もね、ぜひこの世界の競馬で路線を追ってね、世界の競馬を楽しんでいただきたいと思いますね。そうですね。そして最後にご覧いただくのは番外編のようになってしまいましたが、今年最初に放送しましたグランドナショナル大障害のレースを見ていただきたいと思います。はい、これは去年はレースがなかったことになってしまったんですよね。不成立になってしまいました。というのはね、まずこれがスタートなんですが、昨年のこのレースはこのスタートでトラブルが相次ぎましてね、結局そのきちっとしたスタートが切れずに、スタートのやり直しになったんですが、やり直しの指示を聞かずに走り出しちゃったのがたくさんいて、不成立ということになっちゃったんですね。でもね、はい、これ30頭以上走ってるんですよね。はい、そして障害を超えるごとに本当に恐ろしいくらい転んでしまうんですよね。そうですね。あの人気どころのダブルシルクですとか、フェローっていうのが次々と落馬してしまいましたね。特にあの、まあ、グランドナショナルっていうのはそうでなくてもこう生き残り合戦のようなところがありますが、今年はね、馬場が緩かったこともあって本当に完走馬が少なくなってしまいましたね。でもね、本当これ最初見た時に笑っちゃって、でもびっくりして、次に馬のことを考えて、騎手のことを考えて、これ本当は12分ぐらいのレースなんですよね。ですから見続けて初めて感じられるものっていうのがちょっと2分ぐらいで難しいかなとは思うんですけれども、これは見逃せない一つのレースだったと私は思ってます。はい、坊田さん、本当に1年間どうもありがとうございました。はい、失礼いたしました。それでは皆さん、さようなら。